U コープの2020年度の平和に関する取り組みについてご紹介いたします。 U コープは基本理念、人、社会、自然の調和ある平和な社会の実現に貢献するのもと、戦争のない平和な社会、一日も早い核兵器廃絶、世界の子どもたちが平和に暮らせる社会の実現を目指しています。一人でも多くの方に平和について考えていただけること、また、次世代に平和の大切さを伝えていけることを念頭に、2020年度も持続可能で多彩な活動に取り組みました。2017年から約3年半にわたって取り組んできました、被爆者国際署名については、最終的に262,826筆となり、政協の中では全国で2番目に多い結果となりました。全国では1,370,2345筆が集まり、2021年1月8日に被爆者国際署名連絡会より国連に提出されました。ここからは神奈川、静岡、山梨の3県での取り組みを紹介します。2020年度の平和の取り組みは、新型コロナウイルス感染症の影響により、感染防止を考慮したオンラインの企画が活動の中心となりました。まず、神奈川エリアの取り組みを紹介します。ハーモス様では、パネルを展示し、U コープの様々な平和の取り組みをお知らせしました。また、ボードに平和のメッセージを書いて貼ってもらったり、夢の絵を描いてもらうなどし、多くの方に取り組みに参加していただくことができました。大谷店では、園児の絵を展示したり、平和のメッセージを寄せていただいたりしました。平和な日々に感謝。世界のすべての人が人種差別なく平和に暮らせますようにといった平和のメッセージが多く寄せられました。オンラインの企画が多い中、戦争展員横浜はリアルな企画で開催することができました。例年ならば横浜大空襲があった5月頃に開催していましたが、コロナで会場が使用できず、2020年度は10月に延期となりました。延期となったものの、待ち望んでいたという参加者もいて、多くの方にご来場いただきました。どの公演も良かったです。このイベントは継続することが大切。戦争という議題の中で、いろいろなテーマの話が聞けて良かった、といった参加者の声をいただきました。静岡エリアの取り組み、原水爆禁止。2020年、静岡県平和行進は、例年の宣伝カート行列による行進は行わず、静岡市内の街頭で原爆と人間展を実施したり、雨の中、愛知県との引き継ぎ式に参加したり、県実行委員会と一緒になって取り組みを進めました。3.1、ビキニ事件を語り継ぎ、核兵器のない平和な世界を目指す活動として、9.23焼津行動、3.1ビキニデーを、静岡県原水爆被害者の会、静岡県原水協などの諸団体と共に開催しました。9.23焼津行動は、墓前の集いをコロナ対策を講じながら、少人数で実施しました。3.1ビキニデーも、墓参行進や、ビキニデー集会は中止となり、初のオンラインでの開催となりました。全国600カ所以上からオンラインでの視聴があり、ビキニ被災67年、3.1、ビキニデー集会アピールが読み上げられ、オンラインで確認されました。山梨エリアの取り組み、山梨県立図書館のイベントスペースを会場に、2020、平和を願う山梨戦争展が開催され、延べ500名の来場者がありました。山梨県内の平和活動に取り組む12団体が賛同し、戦争と平和についての様々な展示を行いました。また、アフガニスタンで現地の人道支援に尽力された、ペシャワール会、中村哲さんの写真と、
関連する資料など展示約250点や戦闘機はやぶさの機体の一部など実物資料20点も展示されました。ユーコープも平和の取り組み紹介として2015年 NPT 再検討会議の参加報告、広島スタディツアー、千羽鶴の取り組み、平和行進などを紹介したパネルを展示しました。また来場者に被爆者国際署名にご協力いただけるよう署名用紙の設置も行いました。山梨県内で平和活動に取り組む団体が協力し、甲府駅北口をイベント会場とした展示会「原爆と人間」と「原爆の絵」を開催し、1007人の方にお立ち寄りいただきました。展示した絵は甲府駅を利用する幅広い世代の方に被爆の実相を少しでも知ってもらおうと、広島市の高校生が被爆者の証言を聞いて描いた絵です。ユーコープも賛同団体として協力するとともに、平和の取り組みをパネルで紹介しました。来場者からは、この絵を見て、両親と絵のことを話し合ったよ。以前一度見たが、子供を産んでから見る写真は心に深く突き刺さりました、などの声が寄せられました。その他、被爆者国際署名194筆と、被爆者支援連帯募金が68,390円集まりました。以上、2020年度ユーコープの平和の取り組み紹介でした。ご清聴ありがとうございました。